はい、どうも、リハビリのタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回は、腰痛編2024版のガイダンス動画となっております。じゃあ、そもそも、なぜ今、改めて腰痛なのか。実際、日本人の国民病と言っていいぐらいに今、腰痛、やはり増えてます。で、このことは、厚生労働省が病気の自覚症状を調べた国民生活基礎調査令和元年版というものがあるんですが、これでも明らかになってまして、男性では腰痛が第1位、女性では腰痛が第2位というふうになっております。さらに年齢が上がるにつれて流訴者数、つまり痛みを訴える方が多くなる傾向というのもしっかり現れています。で、実際ですね、医療とか介護の現場でこの腰痛で悩んでるっていう方は実際は大変多いです。で、さらにその方々を支援するご家族の方であったり、それから看護師さん、介護士さん、保育士さんなど専門職の方でもですね、実際腰痛で悩んでるっていう方は大変多いという実情がありまして、労災の件数ってこう今年々増えているという状態があります。で、さらにテレワークが浸透して生活様式がだいぶ大きく変わりましたので、これでですね、ストレスですとか疲れを訴える方というのが増えまして、慢性的な腰痛が今増えつつあるというところがあります。これが今後のアフターコロナをこう見据える上で今大変懸念されています。こういう痛みはですね、得てしてこう放置されやすくて、より重症化ですとか慢性化しやすいという傾向もありますので、こちらも注意が必要です。ただその一方でなんですが、これまで腰痛の大半は原因不明というふうにされていたんですが、特に近年で丁寧にこう診察をしたりですとか、さらに適切にアプローチをするということによって改善が見込める可能性というのも示されています。そこで今回改めてこのチャンネルの方で腰痛についてですね、取り上げさせていただくことで、これまでのリハビリの視点に加えてですね、各種医療とか介護サービスをこうと連絡調整を行ったりですとか、自立した日常生活を営むのにですね、必要な援助に関する専門的な知識を有するケアマネージャーとしてのですね、視点も交えて、分かりやすく楽しみながら学べる動画として皆さんの健康ですとか生活とか人生のお手伝いをさせていただきたいというふうに考えております。具体的な項目こちら挙げさせていただきました。まずは腰痛を正しく理解するためにはということがあります。これは腰痛の定義ですとか、それから注意点ですとか、ガイドラインですとか、最新の研究データというところをお伝えさせていただきたいと思います。それから腰痛を引き起こす疾患、いろんなものがあります。例えば骨折であったり、ぎっくり腰であったり、腰椎の椎間板ヘルニアだったり、脊柱管狭窄症というものがあるんですが、こういったものも改めてお伝えをさせていただきたいと思います。で、さらに腰痛といってもいろんなタイプがあります。このタイプに合わせてアプローチをすると、そのより腰痛改善が見込めますので、その各タイプ別の腰痛対処法というところもですね、示させていただきます。で、詳しくはですね、各動画のサムネイル、いわゆる表紙の部分であったり、それから各動画の右下の方にこう下矢印があるかと思いますので、こちら説明欄の方チェックしてご覧になっていただければというふうに思います。さらに説明欄の方には動画作成の際のですね、参考とさせていただきました書籍ですとか文献ですとか、サイトの一覧も載せておりますので、ぜひそちらもですね、一緒に参照していただけると幸いです。で、2023年版もお送りしたんですが、そこからの変更点としては、より最新の知見ですとかデータを反映したものになっています。で、各動画一つ一つリニューアルさせていただきました。で、かつ13回の構成なんですが、それを今回のこのガイダンスプラス本編を10回ということに加えて、総集編ということは前後編のやや長めの動画も用意させていただきましたので、こちらぜひご覧になっていただければというふうに思います。で、本編動画は土曜日の21時から YouTube チャンネルで、それからその予告ですとかダイジェスト版は火曜日と木曜日の夜に TikTok と YouTube ショートで、さらにこの動画の補足解説と皆様からの質問を受け付ける TikTok ライブをですね、日曜日の14時から配信させていただいてますので、ぜひですね、正しく深く理解するということと、実際に行いながら役に立つ腰痛対策というものをですね、最後まで楽しんでご視聴していただけると幸いです。
今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。